そういった一方で、はい、ロボットアニメーションは海外でも根強く人気があるんですよね。そうしたその下積みというか、積み重ねがあって今日に至っているのは確かだと思います。ボルテス歌ってる堀江さんが、はい、その歌をフィリピンで歌うとき、もう国中がウェルカムになってて、本当にすごいんですよ。日本語に歌えるんですよ。しかも、国家みたい、ボルテスが国家みたいな。